これはまだ霧崎が転入したばかりでクラスに馴染む前の出来事。友達の作り方とか私わかんないんだもん。は？日本に来ればみんな私がギャングの娘だって知らないからチャンスだって思った。でもやっぱりうまくいかなくて。なんで私があんたなんかにこんな話。たくおかしな話だな。あ？似た境遇に育ったやつってやっぱ思考も似るのかね。俺も親が極道ってんで、小さい頃からクラスや学年が変わるたびにいろいろ言われてな。だから手伝ってやってもいいぜ。お前は嫌なやつだけど、お前の気持ちは少しわかるからな。そんなことがあってから数日後。えらく上機嫌だな。なんか不気味。誰が不気味よ。愚かなもやしは今日が何の日か分かっていないらしいわね。あ？私は今日こそ友達を作るって決めてるんだから。今日なんかあったっけ。今日は調理実習の日よ。ニセ恋ドラマ CD 手作り。今日の課題ってケーキでしょ。みんなもびっくりするような美味しいケーキができればお友達なんて向こうからやってくるってものよ。そんなうまくいくか。つうかよ、お前なんだそのフリフリのついたエプロン。恥ずかしい格好だな。うるさいよね。仕方ないでしょ、クロードが用意したのがこれだったんだから。ま、せいぜい頑張れや。俺は保健室が満員にならんことを祈ってるぜ。アーニー言ってなさい。アホダーリン、吠え面かかせてあげるわ。美味しくできてもあんたにあげないから。まあ何事も前向きなのは結構だけど、しかし意外だな、あいつ料理なんてできたのか。じゃ薄力粉 90g 測るね。うん、桐崎さんお願いね。えい。このくらいかな。どう見ても多すぎるよ。全然ダメじゃねえかこの野郎。やれやれ、先が思いやられ。なんだ、向こうの女子たちが騒がしいな。あ、ねえねえ、あんたを誰にあげるのよ。実は、私は誰にしようかな。何の話だ。おやおや、なんだ知らないのかね一条くんは。シュー、何か知ってるのか。今クラスで今日のケーキを好きなやつに渡すっていう流れができてんのさ。へー、おかげさまでバレンタインよろしく、男子はみんなそわそわしてるってわけ。でもお前はいいよ、ななく確実にくれる相手がいてよ、うらやましい。ああ、胃薬用意した方がいいかな。あ、好きなやつか。まさか小野寺も誰かにあげたりすんのかな。そういえば小野寺はどこに。ねえねえ小野寺さん。ん、何。よかったら後で僕とケーキ交換しない。え、いやいや俺のと交換しようよ。なんだあいつらは。おお、さすが小野寺、早速モテモテだな。は、小野寺って男子の人気すげえんだぞ。最近まで一番人気だった桐崎さんをお前が奪ってからは実質一番人気あるんじゃね。知らなかった、小野寺ってモテるのか。ねえねえ、いいでしょ、交換しようよ。ああ、いや、そのごめんなさい、私このケーキを渡す人はもう決めてるから。あ、なんだ、そっか。ごめんね。え、渡す相手を決めてる。それってつまり、っていうか小野寺って好きなやついたのかって。何言ってんだ俺、いたっておかしかねえだろ、こいつとしたぞ。
でも今までそんなの全く想定してなかったっつうか、あー誰なんだ一体。へー、小先にあげる相手なんていたんだ。誰？あのね、誰だ。次はボールで卵をゆっくりかき混ぜると。はい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 。あ、卵が。あーっ、どうにかキャッチできたぜ。って危ねえな、力強すぎんだよてめえは。何よ、余計なことしないでくれる。ってそうだ、小野寺がお菓子をあげる相手って。食べてくれるといいね。うん、頑張る。あー話終わった。くそ、せっかくのチャンスが。はあ、これはこんなもんかな。さて次は、ん？小先のケーキなのになんで私が。宮本が小野寺のケーキのプレートに何か名前を書いている。一体誰だ。ねえ、くそ、ここからじゃ見えん。どうしたの一条くん。ああ、小野寺、やべえ、名前見ようとしてたの気づかれたかな。あ、ほっぺに卵ついてるよ、取ってあげる。あ、小野寺の手が顔に。あ、ごめん。よし、聞くなら今だぞ。この勢いに乗って聞くんだ俺。あのさ、小野寺。ああ、フライパンから火が。何やそのじゃ、己は。だって急に火が。ほら、かけたよ小先。でも自分でかけなよ。うん、ありがとう。くそ、またも大切なチャンスを。小野寺のプレートに書かれた文字が少しだけ見える。あれは、イから始まる男子って、イオか井上、それとも一条くん。あー、ダメだ、ますます気になって仕方ねえ。あー、エプロンに火が。またか、あのバカ。貸してみろよ。あんた誰が手伝ってって言ったのよ。これは私一人で。うるせえ、いいから砂糖 40g 用意しろ。は？気になって仕方ねえんだよ、ちゃっちゃと作るぞハニー。すげえケーキ作るんだろうが。だから計量カップ使えって。違う、バニラオイルは後だ。食器の水気は取れって言っただろ。うるさいな、いっぺんに言わないでよ。俺、一条が尻に敷かれてねえとこ初めて見たわ。俺も。できたー、切り裂き特製ショートケーキ。何これ、真っ黒だけどチョコケーキ？か、こいつどんだけ料理の才能がねえんだよ。俺が力を貸してすらこれって。おい、泣くな。泣く。当然お前は食うよな。愛しの恋人のケーキだもんな。え？なあ。でも。当たり前だろ。食った。どうしたラク。ラク、うめえ。嘘だろ。本当、私も食べてみよう。おいしい。マジ、俺も食いて。そうだろ。だって本当にうまいもんな。ありがとう。え、
似合わねえ。うっさい。いて。桐崎さんって料理できるんだ。あ、すっごい美味しかったよ。いや、そんなコツとかあったら教えてよ。人かな。当初の目的を果たせたのかというと微妙だが、まあ、いいんじゃないだろうか。小野寺のケーキを渡す相手は分からずじまいか。ああ、一体誰だったんだろう。小野寺。一条くん。小野寺も休憩？うん、片付け終わったから。よし、落ち着けよ。ね、聞くんなら今だぞ。勇気を出すんだ一条楽。あのさ、小野寺。ん？小野寺はケーキうまくできたか。え、どんなケーキになったのか見てみたいなーなんて。あ、見てみる？え、ちょっと自信ないんだけど、これなんだ。あ、誰の名前が書いてあるんだ。いつもありがとう、お母さん。いつもお世話になってるから感謝の印。そっか、偉いな小野寺は。なんだこのオチ。ああ、でもよかった、好きな相手にとかじゃなくて。でもちょっと悲しいような。やっぱ俺じゃないよね。実は。え、実は余った生地で小さいケーキを作ったんだけど、よかったら食べてくれる？え、いいのか。うん、ちょうど誰かに味見して欲しかったの。これなんだけど。ではどうぞ。ありがとう。小野寺のケーキすげえうまそうだ。さすが和菓子屋の娘は違うな。ではいただきまーす。ん？おー！え？一条くん？一条くん？小野寺のような一見完璧な女の子にもやはり苦手なことというのはあるわけで。一条くん！いや、そういう一面も含めて小野寺だし、俺は好きだけどね。うん、俺は全然いいんだけどね。一条くん！こうして俺は料理下手という小野寺の意外な一面を知ったのだ。クロード様、失礼します。クロード様は留守か。ん？なんだこの機械は。ん？来たか清志郎、突然呼びつけてすまんな。クロード様、これは。ああ、これはな、昔 B5 が尋問用に使っていた特注の嘘発見機だ。嘘発見器？その的中率は驚異の 98%。 お前にはこいつを使った任務を頼みたい。すごい数字ですね。これをなるべく自然な形で使い、一条楽の本性を暴く。今度こそ尻尾をつかむのだ。はあ。すぐに奴と接触を図れ。なるべく自然な形でな。わかりました。ですが。ん？任務の概要は理解しました。ですが、今は夏休みで、きっかけが難しいというか。そんなものはどうとでもなるだろう。え？友人を集め勉強会でも開けばいい。男同士で何を気兼ねすることがある。はあ、まあそうなのですが。この人、まだ私を男だと思っているのか。いいか、これは重要な任務だ。失敗は許されんぞ。私リボンつけてるの気づいてます？ん？ああ、
お嬢にもらったのだろう。聞いているぞ。ちゃんと毎日身につけているとは感心だ。大切にしろ。それがどうかしたのか。いえ、何でも。一体どうなっているのだ、あの人の頭の中は。こうも気づかれないものか。それとも私はそこまで女性としての魅力が欠けているというのか。しかし、一条楽と一緒に勉強か。しかしつぐみって教えるのうまいな。ありがとな、ありがとな、ありがとな、ありがとな。何を考えてるんだ私は。とにかくまずは皆さんに勉強会の連絡をしよう。夏休みが始まったばかりの7月下旬、俺の家で再び勉強会をすることになった。こんにちは。お邪魔します。お、いらっしゃい。いやー、楽んちで勉強会すんのも2回目か。しかし、なんでまたこんなタイミングで勉強会？受験生でもあるまいし。さあ、なんかつぐみの発案らしいけど。聖志郎ちゃんが。そりゃ珍しい。うん、夏休みの宿題など早めに済ませておくに越したことはないだろ。真面目だね、聖志郎ちゃんは。ま、楽しそうだからいいけど。夏様、お会いしたかったですわ。うわ、おい、橘くっつくなって。おい、立花マリカ、なぜ貴様がここに。呼んでないぞ。あら、私、楽様がいるところならばどこでも駆けつけますわよ。ついでに言えば舞妓衆、貴様も呼んではいないのだが。やだな、水臭い。俺が呼んだんだよ。ところで、その機会は何なの、つぐみ。さっきから気になって。あ、いえ、これは勉強の合間のレクリエーションにでも使おうかと。レク？何企んでんのよ、あんた。嫌ですよ、お嬢。何も企んでなどおりませんよ。ニセ恋ドラマ CD 嘘つき。それでたまたまネットで手に入れたの？その嘘発見器？はい、勉強の息抜きにはちょうどいいかと思いまして。へえ、面白そうじゃん。せっかくだし早速試してみようよ。それもそうだな。俺は嫌だけど。ちょっと、何のんきなこと言ってんのよ、あんたは。は？私たち偽の恋人なのよ。変な質問されて嘘がバレたらどうすんのよ。うげえ、確かに。あんなものつぐみが突然持ってくるなんて変よ。またクロードが何か企んでるのかも。あー、しかしどうすれば。よし、ならば一条楽、まず貴様からやってみないか。え、あ、ちょ、なんで俺が。こういうのは最初にビシッと男がやってくれるものではないのか。だったらシュウだって。あー、まあまあ、つぐみが持ってきたんだし、つぐみがやってみたら。ほら、リーダーシップなんだし。な、お嬢まで。あ、わかりました。では最初は私がやりましょう。どなたか私に質問があれば。あ、じゃあ私からいいかな。聞いてみたいことが。小野寺様、どうぞ。つぐみさんは今好きな人はいますか。小野寺様、何を。やっぱりこの前のが気になっちゃって。ですから前に話した通りいませんよ、私にそんな人は。え、やっぱり違います。まあ、嘘発見器なんてもともと当てになるものではありませんしね。質問が悪かったのかもしれませんが。そっか。じゃあつぐみさんは今恋をしていますか。だからしても。
いや、やっぱりこれ壊れてるのかな。なるほど、そうに違いない。必死だなお前。私のことはいいんですよ。ほら、一条楽、次は貴様の番だ。え、貴様はお嬢のことを本気で愛しているのか。イエスかノーか。なに、こいつやはり俺をはめる気か。畜生、どうする。俺の好きなやつなんて小野寺に決まってっけど。しかしここはどうしようも。そんなもんイエスに決まってんじゃねえか。どうやら本当のようだな。あれ、なんだ、なんで反応しなかったんだ。まあよかった、本当に当てにならねえらしいなこの嘘発見器。あらあら、本当に壊れてるんじゃありませんかそれ。ではでは、ラク様、私からも質問してよろしいですか。え、この中で一番可愛いと思う女の子はどなたですか。まあ、ちょっとこのタイミングで変な質問かぶせねえでくれよ。それはハニーに決まってんじゃ。あ、動いてる、微妙に反応してる。これはどういうことかな、一条楽。おお、知らん知らん。では次の質問だ。お嬢のためなら死ねる、イエスかノーか。なんつう質問しやがんだこいつは。待て待て、なんで俺ばっか質問されるんだよ。ほら、他にも誰か。ほら、では私が、私はラク様を愛しているか、答えはイエス。お前一人で何やってんの。ったく何やってんのよ。しょうがないわね。じゃあ私が質問してあげるわよ。立花さん、ダーリンとキスしたっていうのは本当。お前まだそれ気にしてやがったのか。それはもちろん本当ですわ。どういうことかな、一条楽。違う。貴様、お嬢という人がありながら。違うんだって、これにはわけが。マリカちゃん、楽とそんなことしてたんだ。俺にもしてよ。地球が爆発しても嫌ですわ。一条楽がそこまで軽薄な男だったとは。やはりこんな奴をお嬢には。では次はどなたが。小野寺さんなどいかがです。え、私。あ、じゃあ俺が質問してもいい。ズバリ、小野寺のバストは C 以上、それとも以下と。おっ、なあ、はちょっと、たんま、冗談、冗談だ。いやあ、はっ、そこ頑張んなくていいから小野寺。じゃあ次、ちとめちゃん。はい。あら、では質問は私が。桐崎さんはラク様とキスはもう済ませたのかしら。無論。いやー、それはまだ。私たちはピュアなお付き合いを。でも臨海学校であいつの腰にキスしたっけ。え、あれ、反応あり。次は俺に質問させてくれ。前々から聞いてみたいことがあったんだよ。普段はあまり目立たないが、俺は実は聖四郎ちゃんはクラスの中でも指折りの実力者だと踏んでいる。教えてくれ、ズバリ聖四郎ちゃんのバストは少なくとも E 以上、答えはいかに。あんたの頭の中、そんなんばっかか。そんなにあるわけないだろ。つぐみ、あんたいつの間に。いい以上、どのくらいだ、いいって。大丈夫、私だってこう見えていい以上、いい、いいって。ごめんごめん、じゃあ次はもちっとまともな質問するから。うん、まだ何か。俺とラクならどっちがタイプ。えんだよその質問は、わけがわからん。まあまあ。だ
ちも嫌だ。ああ、と、今のどういうこと。やめなさい、もうこんなものは。あなたが始めたくせに。結局宿題は一向に進まず、勉強会は終了した。それじゃあね。お邪魔しました。ごきげんよう。また明日な。ああ、また嘘発見器を持って帰るのか。重いんだよなこれ。俺とラクならどっちがタイプ。バカバカ者、何を考えてるんだ。私は一条楽はお嬢の恋人なんだぞ。それにあんな軟弱者なのに、どうして奴のことを考えるとこんなに胸がざわつく。私は一条楽が好きだ。まさかやっぱり私は。あれ、つぐみまだ帰んねえのか。何してんだ。いや、あ、別にこれは何でもなくて、あ、私は別に。ん、お前その嘘発見器コンセント抜けてんぞ。なあ、お前何やってんだよ。もったいねえ。うるさいうるさい、もう